を失った曹操は劇場に駆られて徐州の当県を攻めた。一方、それを好機とみて遠州を奪い取ろうとする者がいた。乱世の野獣呂布である。董卓を討ったものの勢力争いに敗れた呂布はその後各地を流転。曹操陣営の何者かの内通を得て遠州へと攻め寄せたのだった。先の戦の傷跡も癒えぬまま再び戦火にさらされる遠州。野獣の隙になどさせるものか。牧羊で遠州の留守を預かる夏侯惇は呂布迎撃に機嫌を上げる。呂布急襲の報を受けた夏侯淵、楽進も夏侯惇のもとへ駆けつける。主君曹孟徳の覇道、その背中を守るも我らの務め。熱く惜しく牧羊に闘志が燃える。文献一番槍はお任せください。夏侯惇様の危機にも一番に駆けつける。やっぱり学信殿は足が速いな。夏侯淵様だって負けてないぜ。ああ見えて結構俊足なんだって。最強と呼ばれる呂布にも一つ弱点がある。心底惚れた女だ。名を朝鮮と言ったか。いや、あれは弱点などではない。戦場でその女に手でも出してみろ。ただでさえ恐ろしいあの男が鬼神に変わるぞ。俺、見ちゃったんです。陳宮殿が夜中に出ていくの。すぐに報告しなくてすみません。そういえば、軍師の陳宮殿をご存じないか。最近姿を見ぬのだが。聞くだに、呂布はやりたい放題だな。養父を殺し、董卓を裏切り、今度は何だ。強けりゃ何でも許されるってか。嫌な世の中になったもんだぜ。呂布の配下にあの長領がいるらしい。そちらも相当な強さらしいぞ。俺も一目見たが大人物に見えたな。なんで呂布なんかについてるんだろう。相手は呂布だ。おお、俺たちに勝てるだろうか。終わった。呂布と戦うとか俺の人生終わった。せめて一花咲かせたかった。父ちゃん、母ちゃん、すまねえ。まったく、あの軍師はどうしたのだ。この危機に剣策の一つもせんとは。陳宮殿か。あやつまさか。武器を新調するなら慎重に。いや、失礼しました。また戦ですか。畑を荒らされないといいのですが。聞いてくださいよ、曹操様の話。あの方、お酒が大好き。よって酒最高、悩みなんて吹っ飛ぶしって感じの詩を読んだらしいですよ。まあ楽しいお酒なら大歓迎ですよね。世の中には酔うとひどい人もいますから。なんだなんだ、お前も兵たちみたいに怯えちまってんのか。って何、心配することはねえ。この俺様が呂布なんざ返り討ちにしてやら。ち、呂布のやつめ、誰の入れ知恵か知らんが卑劣な真似を。呂布の本体はまだ到着していないらしい。
奴が来る前に体勢を決しなくては。すでに敵の奇襲で純育が包囲されている。まずは奴の救出から始めねばな。さあ行くぞ、乱世の野獣、俺たちで勝ってやるのだ。ったく呂布の野郎、油断も隙もねえぜ。やめっ、これでどうですか。ガチャッと叩き出すか。純育殿が危険にさらされています。早く助けに行かなくては。城の周りを固められては落ち着く。敵を押し返しながら進むぞ。おお、お前の戦並大抵ではないな。調子に乗っていいですか。私の役目は果たした。ここは引かせていただく。役目とは気になります。ですが今は純育殿と合流するのが先です。助かりました。九死に一生とはまさにこれだが、もう敵の少ない。かかったな、愚か者め。うわ、ここに今頃牧羊城は呂布殿の手中。お前たちに戻るべき城はない。そしてお前たちはここでわしが大丈夫かよ、トニー。問題ない。この一瞬俺の不明を射抜いてくるとは。急ぐぞ、僕の身に座る呂布を撃つ。フン、城を開けるとはバカな奴だ。俺がもらったぜ。呂布殿こそ世を治めるにふさわしきお方。その天下は、天下はここより始まるのです。牧羊城を奪われてしまうと。早く戻って取り返さなければ。これでどうですか。これでどうですか。このながらお見事な武勇。これでどうですか。五段もあります。これでどうですか。今こそ門を閉じてくだされ。さらに橋を落とし敵を追い込みますぞ。
橋が。これでは牧羊城へ戻りづらくなりました。Thank you.
が門番です。早く日本城内へ引き入れましょう。これでどうだ、これでどうでしょう。私こそ真の三国無双です。これでどうでしょう。開きましたね。これで皆さん城内へ入れるはずです。先例曹操様の本体到着とのことです。強靭の貴様に撃たれるがいい。心配をおかけして恐縮です。すぐに終えますのでお待ちください。この城は俺のものだ。取り戻したら力ずくで来い。ふん、くだらん。この程度の城貴様らにくれてやろう。呂布は引いたか。牧羊の奪還大義であった。いえ、そのようなお言葉恐縮です。城を奪還できて何よりでした。